わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学工学部機械工学科の劉研究室が取り組んでいる多様なコンピューターシミュレーション技術を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部機械工学科劉陽教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。ここで、材料や構造の力学、数理計画法に基づく、構造最適設計理論の構築とその応用に関する研究をやってきました。作れた力学的、機械特性を有し、かつ超軽量な構造の最適形態をコンピューター自動計算で求める、これが最適設計手法を研究しています。この研究はどんなことに役立つのじゃ。例えば、自動車のボディデザインを考えるとき、なるべく軽く強い形が理想ですが、その設計がとても複雑で、設計者の経験や技術力が大きく影響してしまいます。一般的には設計者の経験によって、そのノウハウによって設計されますけれども、経験者のレベルが人によって違いますの で、この研究ではコンピューターで自動計算、つまりプログラム作りですので、自動的にこの最適な形を出すような研究ですから、実現できれば自動車のような工業製品の設計において小型化、軽量化、省エネな構造を素早く作り出すことができます。一般の新入社員でも、一ボタンでもこのような最適な形を自動で出すことができます。将来的にはこの研究がどのように応用されていくのかの。この技術は工業分野だけではなく、医薬への応用も試されています。例えば私たち人間の体の中、一番繊細の骨と言われる耳小骨の再建手術にもこの技術を利用されています。それは私たちの耳なんですけども、外耳はね、私たち目で見えるんですけども、その中の部分は見えないですよね。で、外耳、中耳、内耳で分けることはできますが、私たち研究しているのはこの中耳の部分です。で、中耳の部分の役割として、外耳からの音波をこの鼓膜で振動に変換して、この振動をこの耳小骨、3つの耳小骨で内耳に伝えていきます。で、中耳炎などの損傷される場合が、連続性が失われてしまって、この振動がちゃんと内耳まで伝えできなくなります。そうするとこの耳小骨の再建手術が必要です。これまでは代替部品の形とつなぐ部分はですね、この医者先生の経験でやっています。で、本当にこのようなつなぎ方が一番理想なのか、で、我々工学で理論に基づく最適なつなぎ方と、この代替部品の最適な形を出すことができれば、医療技術の大きな貢献になるではないかなと考えて、今こういった研究、応用研究を進んできました。患者への負担を最も小さくできる最適手術方式を提案することなど、工学で医療を支え、医療技術を大きく貢献できる可能性を極めています。崇城大学工学部機械工学科のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。